殺人探偵、ジャック・ザ・リッパー。ザフカはアーサーとは真逆、燃え盛る炎へ向けて足を一歩踏み出した。待てザフカ、君は。私は未熟でした。もっと早く人々を救うための真理に至っていれば、信徒の皆さんの苦しみを長引かせることはなかった。そのことが残念でなりません。贖罪と呼ぶのもおこがましいですが、導く側の罪としてせめて罰を受け入れましょう。サルーフ福音教団の御使いザフカ・エルビナー、これを最後のお務めとさせていただきます。ザフカ！ザフカは満面の笑みを浮かべたまま、燃え盛る炎の腕の中に身を委ねた。バカ野郎！お前まで死ぬ気か！だけど、ザフカが。炎に飛び込んでいったザフカを助け出すため、アーサーは駆け寄ろうとしたが、ジャックの意志で強引に止められてしまった。あいつはもう無理だ！それにこっちだって、いい加減限界なんだよ！さっさとつらがるんだ。うたごえ。炎の中から不意に歌声が響いた。これはザフカの。美しく澄んだ天使の歌声、人を救いたいという心からの祈りを込めたものの歌が燃え盛る炎の中から響いていた。その歌声は大きく高まり、やがて消えた。その後、近隣住民の協力により消火作業が始まったことと、折りよく降り出した雨、そして通報により駆けつけた消防隊の活躍によって、礼拝堂の炎は徐々に勢いを弱め、ほどなく完全に鎮火された。アーサーはサルーフ福音教団の教会から離れ、人通りのない路地裏を肩を落として歩いていた。降りしきる雨にも打たれるがままだ、彼は鎮痛の面持ちで礼拝堂での光景を思い出していた。教会奥では血の海に残殺死体が転がり、焼き焦げた荘厳な礼拝堂には炎に焼かれ倒れ伏す信徒たち、どちらも地獄のような様相を呈していた。この殺人鬼め、地獄に落ちるがいい。おや、その帰り地、あなたも人を殺しているのでは？そうだ。間接的とはいえ、火事の原因は僕。あの人たちを殺したのは僕なんだ。いつまでメソメソしてんだ相棒。もっとシャキッとしろ。お前さんは世にのさばる悪党を処分できたんだぜ。ザフカは方法はどうあれ、人を救おうと本気で思っていたはずだ。病人を殺して楽にしてやるた、俺様は反対だね。他人に自分の運命を決められるなんざ、まっぴらごめんだ。精一杯好き勝手に生きるべきだぜ。やり方は間違っていたけど、何も死んだ方がいいってほどではなかった。罪を償って今度こそ本当の善をなすべきだったのに。おい、
いいか、アーサー・ヒューイット、どんな理由であれ、どんな考えであれ、人殺しは人殺しだ。一度でも人を殺した奴は地獄に落ちる。ザフカもそうだ。奴は救いだと信じて麻薬を広め、結果として人を殺した。使命だなんだどう取り繕おうが、人殺しはクズだ。挙句にはもっと早く殺してやった方が信者のためだ。そんなことを平気で言う奴が善だと、ふざけんじゃねえよ。悪いことをやっていた奴がいいことをして、それで罪がチャラになるってのは道理じゃねえ。クズにはクズなりの死に方ってもんがあるぞ。ザフカの野郎は死ぬべくして死んだ。奴らが麻薬を広めなければ、信者を騙さなければ、そもそもこんなことにはならなかったさ。じゃあ自己責任だと。そうだ、自業自得。なしたことの責任はあいつの命で支払ったのさ。最後はまあ潔い死に様だったな。いいか相棒、自分が起こした行動の責任は自分が取るんだ。自分にしか取れねえ。殺人鬼ジャック・ザ・リッパー、俺にはその覚悟があった。だから散々殺したし、捕まった時に報いは受けた。アーサー・ヒューイット、なあ相棒、お前も逃げんじゃねえぞ。なしたことの責任を負う覚悟を持ち続けろ。僕は悪党を殺す、それで人を助けられると思ったから。だけど僕の起こした行動で無関係の人たちが大勢死んでしまった。いや、ジャックに体を預けたのは僕だ。これは僕の自業自得、耐えるしかない。サルーフ福音教団の首謀者を殺すと決めたとき、一度はアーサーは決意を固めた。しかし救おうとした信者たちの死に様、そしてザフカの最後を目の当たりにしたことで、その気持ちは揺らいでいた。僕は正しいことをしたんだろうか。アーサー。あ、ローリー。今日はいつにも増してぼんやりしているようだね。何かあったのかい？いや、なんでもないよ。それよりローリー、ミシェルは？先生は？残念だったね。僕は彼女がこれ以上ひどい目に遭うことを見ていられなかった。マフィアの掟に従いけじめをつけた。だけど僕は本当に正しいことをしたんだろうか。さあね、君が正しかったかどうか、それは僕にもわからないよ。だけどローリー、君は信じる道を貫いたんだ。どんな結果であっても受け入れるべきだよ。受け入れるべき。辛いね。ローリー、そのままじゃ濡れネズミだ。事務所で服を乾かしていくかい？いや、君と少し話したかっただけなんだ。家に帰るよ。それにしばらく雨に打たれたい気分なんだ。そうか、風邪をひかないようにね。
君もな。悪人が騙し欺く、善人が搾取され死ぬ、そんな世の中であってはならないはずだよ。だけど悪人のいないより良い世界を作るためにはどうしたらいい？より良い世界？そんなのは簡単だろう。ジャック、悪人だけを殺していけばきっと世の中は平和になるぜ。殺しを達成した大悪人の最後がどうなるかは想像にお任せするけどな。雨の中でそう嘘吹くジャックに対してアーサーは返す言葉を見つけられなかった。こっちのルートだとそういう感じになっていくのかな。サルーフ福音教団の治める教会で発生した放火を含む大量殺人は駆けつけたロンドン市警によって改められた。教団関係者を惨殺、そしておそらくは証拠隠滅のために放ったと思われる炎によって居合わせた信徒たちの死亡が確認されている。サルーフ福音教団の宗教的活動には以前からロンドン市警より疑惑が向けられていた。内部調査によって教団では非合法の医療用麻薬が使われていた形跡があると明らかにされており、死刑の主導によりさらなる捜査が進められている。開いている。エドガー・ヒューイット警部ですね。失礼します。スコットランドヤードの。珍しいな、こんなところまで足を運ばれるとは。アドラメリク議員殺害事件はロンドン市警が仕切っているという情報を得たので、事件についての報告をお聞かせ願いたく訪問いたしました。なるほど、そういうことか。我々は当初アドラメリク議員の汚職疑惑について調べていたのだが、捜査の結果議員に資金提供していた教団が違法な医療麻薬を流通させていること、さらに議員自身が首謀者であることが判明した。だが立ち入り捜査を行う直前、九段のサルフ福音教団の教会からの出火と殺人が発生したとの通報を受け急行した。現場に踏み込んだが、アドラメリク議員及び教団の責任者ザフカ・エル・ビナーはじめ信徒が何者かに殺害あるいは焼死しているのを発見した。今後は放火殺人事件として捜査を進めるとともに、麻薬流通に関しても全容を解明するつもりだ。いえ、その必要はありません。事件についての捜査は我々が引き継ぎます。それはどういう意味だ？この事件はスコットランドヤードの預かりになります。入手した証拠品の類は全てスコットランドヤードへ移送させていただきます。理由は？どこから許可が出ている？これは議員だけではなく大規模な組織が関わる事件です。ロンドン市警が扱う事件の範疇を超えているとの通達がすぐにでもなされるはずです。我々では解決ができないと、そういう判断か。どう捉えてもらっても構いません。この件は公安事件としてスコットランドヤードが主導で捜査を進めよと内務省からの命令です。いささか急すぎるな。問題でも意見があれば直接内務省に問い合わせてください。いや、了解した。エドガーは渋い顔で机の上に置かれた捜査書類を見つめていた。サルーフ福音教団の礼拝堂から持ち出した証拠品は全てスコットランドヤードに持ち去られてしまった。だが書類を複写しておいて正解だったな。押収したアドラメリクの手帳に書かれていた意味不明の文字、これは暗号文だ。漢字式か。他者に見られたくないもの、知られたくない存在だとすれば、
奴らの資金源か、黒幕か。エドガーはペンを取るとしばらくの間うなっていたが、やがて何かに気がついたようにペン先を走らせた。まず解読できたのは多岐にわたる暗号文の中で品質する単語。書き上げられた文字はグリーンメイソン秘密結社か。デッドリーエネミー。殺人探偵ジャック・ザ・リッパー。さて、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー実況プレイいかがでしたでしょうか。配信可能な範囲が2章までなので、動画としてはここまでとなります。ただこのままお疲れ様でしたと締めてしまうのはなんだか物足りないですよね。実はね、先日生放送をした際にちょっと喋ってしまったんですが、トロフィーの方ね、コンプリート済みです。なのでプレイ中の自分は初プレイなんですが、今話している自分は完全制覇しております。なのでネタバレにならないようにプレイ感想を話していこうかなと思います。まずはストーリーですね。全部で5章まであるんですが、システム的には中盤までの探偵殺人鬼の選択肢によって発生するフラグの数によって分岐されるものと思っております。カットイン演出なるあれですね。そしてストーリー的に大きな分岐があるのは4章ですね。この分から先はね、完全にストーリーが違うものになります。自分としてはね、ただ探偵ルート派なんですが、殺人鬼ルートの方もね、とても筋の通ったお話になっていて良かったですね。好きなキャラは2章までだったらハリーさん。あのタイプで熱い部分があるのはギャップがいいですよね。あとは個人的にピックアップしたいのはローリーについてるゴンザレスさんですね。あの人ね、どっちのルートに住んでもめちゃめちゃイケメンなんですね。もうちょっと目立っててもいいんじゃないかなって思うぐらい、思ってしまうぐらいかっこいい場面がとても多いです。あとはね、おまけ要素として全員が救われる世界線だったらこうなってましたのようなハッピーエンドも見られたりします。2章までの範囲内で説明すると、ダリル、メリルがそれぞれ別のキャラとして登場して普通に家族だったり、あとはね、ゴンザレスさんとミシェル先生がいい感じになっていたりですね。まあそんなところですね。そして次回作についてですね。同じ日本一ソフトウェアさんの作品で興味があるのはまだちょっとまだ考え中なんですが、6月の27日に発売予定の人類の皆様へですね。可愛い女の子たちがサバイバル生活をするという、これまた面白いテイストの作品です。それまではね、積んでしまってるゲームを遊んだり、フリーゲームをね、何か投稿していこうかなと考えております。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをね、ずっとモットーとして活動しておりますので、今までね、コメントを書いていなかったという人もこれからね、どんどん書いていただけますと嬉しく思います。一言とかでもね、めちゃめちゃ嬉しいのでよろしくお願いいたします。結構ね、自分自身のモチベーションにもものすごくなっております。いつも書いていただいているという方はこれからもぜひよろしくお願いいたします。ということで今後も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。殺人探偵ジャック・ザ・リッパー。